哎，大家好，这是 Cynix 为大家带来原神的游戏视频。我们现在呢是游戏的这边的应该是祈愿吧，总之呢是更新到了这边珊瑚宫的一个新的东西，同时呢应该是它的，应该是这么看，它的活动不对，叫什么呢？传说任务应该是开启了。现在呢应该是有一个什么漂浮幽灵的一个，总之就是一个派遣探索的一个东西，没有什么好路的，所以说之前解锁的时候呢是没有路。不过现在这边珊瑚宫的这个传说任务是算是开启了，是可以录一录，看一下现在应该算是开启了吧。嗯，这么着是开启了，看一下是一个什么东西。兵戈梦去，春草如茵是吗？绵龙之掌，收到了新海，是珊瑚宫新海，是它的全名。庆功晚会，发现不太对劲儿。为什么地点不是珊瑚宫，而是在一个很偏的一个地方？ここがココミと約束した場所だな。旅人、ここのこと覚えてるか？この前渡墨島に来た時、ここを通ったことがあるだろう？嗯，不止路过，还把这个地方全部探索了一遍。あの時、お前はメカジキ二番隊の隊長になってたよな。もうあれからだいぶ時間が経ってるから、抵抗軍の兵士たちがまだお前のことを忘れてないといいんだけど。渡墨島もきっと大きく変わってると思うぞ。近くを見て回ろうぜ。敵がこちらより多ければ突破を求むべし、敵がこちらより少なければ干渉を求むべし。海辺の敵、輸送船あり、船を燃やせば勝利をもたらさん。五郎様、結論は出ましたか？ああ、三五宮様の残した虎の巻をもとに推測すると、ファデュイの船が近くに停泊しているのがわかる。だからこそファデュイの奴らもあんなに突き上がっているんだろう。说是这个船之前好像在那个岛的那个附近好像看到了一个有一个反抗军在守护的一个码头似的东西。二手に分かれよう。一体が奴らの注意を引き、もう一体がその隙に後ろから回り込んで奴らの船を燃やす。そうすればきっと奴らも逃げられまい。你这是一个火的神之眼还是一个盐元素的神之眼？看着颜色好奇怪。いや、しかし三五宮様は兵力が不足している状況では兵を分断するなとも言っていた。付け入る隙を与え、総崩れを招いてしまうと。では救援を呼びましょうか。それでは間に合わない。奴らの動向を見るに、もうここを離れる準備が済んでいるだろう。三五宮様の虎の巻には外での作戦は急ぐべからずとも書かれてあった。兵力が足りない以上、今回は一旦諦めるしかない。ではあいつらをこのまま逃すというのですか？そんなの納得できません。実は三五宮様の虎の巻にはもう一言書いてある。窮地に陥りし時、援軍が現れ。だがいまいち意味がわからない。援軍とは一体。五郎、ここで何やってんだ？你们不是在埋伏吗？怎么就直接这么简单被我们给找到了？隊長、渡墨島に戻っていたんですか？助かった。やはり三五宮様の虎の巻に間違いはなかったようだ。ちょうどいい時に来てくれた。近頃ファデュイの残党どもに異常な動きが見られてな。それで今回
俺たちは奴らの動向を探り、事前にここで待ち伏せをしていたんだ。だが、こちらには兵を二手に分けられるような人数がいない。悪いが、注意を引きつける役を任せられないだろうか。わかった。ファデュイがまた何か悪さをしようとしてるのかもしれない。オイラたちも放っておけないぜ。よし、ことは急を要する。俺たちは後ろから奴らの船を燃やす。その後、また落ち合おう。油断するなよ。俺たちも終わり次第、すぐ戻る。どうやら、抵抗軍のみんなはまだオイラたちのことを覚えてくれてたみたいだな。あいつらの手助けができるよう、オイラたちも頑張ろうぜ。他们去烧船，我们的任务是什么？为什么感觉是让我们在这等？击败？为什么这么内陆的地方有一个海星？よいしょ。一緒に遊ぼうよ。逃げようなんて部外者禁止。やべえぞ、ヤマトも船が燃やされてる。なんだと、卑怯な野郎ども、行くぞ。これ打た目に物を見せてやれ。風だ。じゃ、ここだよ。我们为什么手里连武器都没有？お前がいなかったら、あいつらを逃すところだった。その手にあるのがここみの虎の巻なのか？どれどれ。うわ、こんなに分厚いのか？実はこれはまだ一部でしかない。あと5冊もある。そんなに？三五宮様は。あらゆる状況に応じた戦略を考えている。それにこれらは常備用の虎の巻だ。少し多いのも仕方ないこと。この虎の巻のおかげで俺たちはあらゆる複雑な状況に対応できている。こんなにたくさんの策、どんだけ時間をかけて書いたんだ。あらゆる状況に対応できるようにするなんて、考えただけで頭がクラクラするぞ。隊長、今回せっかく渡墨島に戻ってきたんですし、もう一度メカジキ2番隊の指揮を取りませんか？僕たちみんな隊長に戻ってきてほしいと思っているんです。今は平和な時期ですので、隊の数を減らして民の暮らしを手伝う必要があると三五宮様はおっしゃっていました。約半分の兵士は特別行動隊の編成を維持し、各小隊の支援をしています。そしてもう半分は見回り、建造、農業などの作業を行っています。ただ先日、昔の同僚が家なんか建てるよりも前線で戦っていたいと文句を言っていたので、隊への復帰を望んでいるようです。抵抗軍のみんなは相変わらずだな。あ、そういえばオイラたちがここに来たのは、ココミが祝賀会に誘ってくれたからなんだ。ゴロ、ココミがどこにいるか知ってるか？三五宮様なら、今は多分ボーロー村にいる。あそこで何かあったらしい。三五宮様が直々に対処しているそうだ。俺たちもそろそろ離れよう。そうだ、もし道中で兵士たちを見かけたら、注意深く観察しておいてくれ。近頃兵士たちに落ち着きがない。なぜかは知らないが、その理由を俺に話したくないようだ。昔はみんな悩みがあれば俺に言っていたのに、なんであんなこそこそと。何か厄介なことがあったのかもしれない。心配だ。そうだな、オイラたちも抵抗軍の兵士たちと話がしたかったんだ。出発しようぜ。年龙之章，所以我们究竟是来庆功的，还是被这个青海请过来？实际上是来帮忙打仗的，又是。
以庆功为名被骗过来了。あなたはメカジキ2番隊の隊長。あなたのことは知っていますよ。あなたのおかげで今の渡積島の平和があるんです。自分はメカジキ2番隊の隊員ではありませんが、当時タタラスナにいた時あなたをお見かけしたことがあります。我们在踏被沙不是打过驴人众吗？为什么还有珊瑚宫呢？両軍が対峙する中、人前秘部で何人もの幕府武士と戦っていましたよね。かっこよかったです。这说的是之前的那个主线剧情吗？在那个破船的前面，那个地儿是踏被沙。何か自分に手伝えることは、何でもお手伝いします。皆さんの落ち着きがない。確かに。自分も感じていました。多分まだ戦争の影響が尾を引いているのでしょう。戦場では犠牲になる可能性が常にあったので、皆さんすごく気を張っていましたし、そんな状況下で戦争がいきなり終わったため、皆さんどうやって普通の生活に戻ったらいいのかわからないんですよですので心配しなくても大丈夫です。少し時間が経てば皆さん良くなると思いますよ。それ以外だと自分には心当たりがありません。ですが三五宮様がいる以上、渡積島に危険はないと自分はそう信じています。他不是说 他自己それに相信吗？今はあなたも戻ってきましたのでより安全かと。何か必要なことがあればいつでも自分におっしゃってください。すごく親切な人だったな。他の人にも聞いてみよう。见闻向士兵打探情报。よいしょ。平和最高だ。なんだか見慣れた顔が、どこかで見たような、誰だったか思い出せない。だが敵じゃないようだな。何か用か？みんなに落ち着きがない？そうか？全然そうは感じなかったが、普段から他人と会話をするのが好きじゃないからかもな。俺からすりゃあいつらはいつも騒がしいからさ。せっかくの平和なんだ、ちゃんと味わっておかないと。ここで日向ぼっこして海風に吹かれる。俺のやるべきことはそれだけさ。悪いな、お前たちの質問に答えられなくて。三五宮様に聞いてみるといい。あの人なら何でも知ってるわ。うわぁ、もう眠っちゃいそうだぞ。これ以上邪魔するのはやめとこう。他の人に聞こうぜ。为什么感觉跟抽了大烟一样。还有人，怎么感觉人变多了？平常这个地方应该没这么多守卫的。和平交渉に同意するなんて、三五宮様は一体何を考えてるんだ？和谈是指的跟谁的和谈？天領奉行の奴らは全く信用できない。奴ら秘密裏にファデュイと結託して。俺たちと引き続き戦争しようとしてるらしいぞ。但是跟这个人不是说跟驴人众在和谈吧？本当か？それは確かなんだろうな。もちろん本当のことだ。俺たちの仲間がファデュイと対峙した時、陰謀を企ててる奴らを見たそうだ。这是之前那个什么九条的那件事儿？やっぱりそうだったのか。天領奉行の奴ら、いまだに横島な心を。三五宮様はやはり甘い。奴らを簡単に信じるなんて。静かに、誰か来る。何を話してたんだ？隊長、戻っていたんですね。原来是自己的队员是吗？都没有认出来。さっきのこと、隊長に言ってもいいか？やめておけ。この人は三五宮様に買われている人物だ。
彼女も和平交渉を主張するかもしれない。隊長なら俺たちを理解してくれるはずだろ。いやでも確かに用心に越したことはないか。その隊長の帰還歓迎します。こちらは何も異常ありません。全て順調です。サンゴノミヤ様は村にいると思います。隊長もそちらへ向かってはいかがでしょう。おい、なんかこそこそ何かを言ってたような。でも言いたくないなら仕方ない。まずは村に行ってみようぜ。報告、すべて順調であります。サンゴノミヤ様なら村にいると思いますよ。如果藏在这个树丛里，会偷听到他们的一些东西吗？早く言え！渡つ三島から仕入れた品物をこっそり天領奉行に渡してるんだろう。这个岛上采购的货物。天領奉行の商人であるお前が渡つ三島で商売してるなんて、前々からおかしいと思ってたんだ。今回こそは言い逃れできまい。誤解です。誤解？何を今さら。やはりお前が渡つ三島で商売することに同意するんじゃなかったぜ。連れてけ。お待ちを。ここみ、ここにいたのか。何か揉め事みたいだぞ。事情を聞いてくれ。サンゴノミヤ様、この商人が怪しい行動をとっていたゆえ捕まえておきました。私どもの調べによれば、彼は長期的に商品を仕入れているのですが、それらを売っていないようです。それなのに品物を持っていないため、きっと天領奉行にこっそり運んでいるに違いありません。違います。私は。そこまで。皆さん冷静に、私と一緒に深呼吸しましょう。少しは落ち着きましたか。松田、内村、渡つ三島の安全を心配する気持ちは私も理解していますよ。ですがその前に、こちらの商人さんが過ちを犯したかどうかに関わらず、少なくとも弁解する機会を与えるべきではないですか。過ちを犯せば罰を受けるのは当然。しかしそうでなければ冤罪を着せるわけにはいきません。渡津美島で行われる物事は主観的な判断ではなく、全て事実に基づくものでなくては。商人さん、私の部下が品物のことについて疑問を抱いています。そのことについて説明をなさってから私が判断を下すというのはいかがでしょうか。はい、もちろん。渡津美島で商売を始めてから確かに在庫を多数抱えていました。もう少し在庫を確保して商品の値段が上がった頃に売ろうかと。あ、他想干嘛？就是倒卖是吗？しかしそんな時、仕入れた品物をファデュイに奪われてしまったんです。私が何をしたというのでしょう。品物は奪われた上にあなたたちに尋問までされるなんて。ふん、それが本当かどうかなんてわからないだろう。だとしてもファデュイに奪われたという証明にはならない。それに天領奉行とファデュイは結託してるんだ。ファデュイの手に渡ったということは天領奉行の手に渡ったも同義。え？天領奉行がファデュイと結託？それはどこからの情報ですか？私は何も知りません。それに結託していたとしても私と関係ないじゃないですか。戦争はもう終わったのに、天領奉行がまだファデュイと結託してるのか？おいらは違うと思うけど。おいらたちこの前九条家の名代に会ったんだ。そういうことをするような人じゃなかったと思うぞ。でも
ここに来るまで確かに兵士たちがこのことについて話してたな。ココミ、お前は何か知ってるか？確かにそのような報告を聞きました。もう少し経てば私たちと天領奉行の和平交渉の日になります。今回の交渉は上里家によって仕切られ中立地点で行われます。私と九条沙羅がそれぞれ自衛を引き連れこれからのことについてしっかりと計画を立てる予定です。しかしそのような大事な時期にとある噂を耳にしました。九条家が未だにファデュイと結託しており、渡積島を壊滅させようと企んでいると。もしそれが本当なら交渉は罠である可能性が、そして上里家もそれに関わっているかもしれません。商人さん、あなたの品物は本当にファデュイに奪われたのですか？本当です。嘘はついていません。ファデュイは私の品物を奪ってあちらの方に行きました。そこに秘密の拠点があるのかもしれません。怎么感觉像是一个在转移视线的一个策略呢？容易ならぬ事態です。私たちがあなたの品物を取り戻しましょう。うまくいけばあなたの身の潔白も証明できます。もし本当にファデュイと天領奉行の結託を証明するような事態が起きた場合、あなたには調査に協力してもらう必要があります。よろしいですね？異論ありません。三五宮様が直々にお手伝いをしてくださるなんて、なんとお礼を申せば。松田、内村、あなたたちは三五宮様の仰せのままに。よろしい。旅人、いえメカジキ小隊二番隊隊長、私と共にこのことについて調査していただけますか？そうかしこまらず、これから何があろうとひとまず今は平和な時期なんですから。それにあなたもずっと渡積島にとどまるわけにはいかないでしょ。お互いに肩書きの違いはあれど、少なくとも友達のように振る舞いませんか？ファデュイから品物を探し出せたら、あの商人の潔白が証明できるはずだ。それにファデュイと天領奉行が結託してるっていう噂もちゃんと調査しないとだな。想看一下什么流言凝云疑云。我猜这个小卷婆婆的这个占卜感觉应该是已经做完了，这样这个就不管了，只是顺道看一看。飛ぶ方が早いよ。ふわっ。就是在房顶上。商人の言っていたファデュイの拠点はこちらで間違いなさそうですね。置いてあるものを見たところ、ここはもともとヒルチャールの拠点だったのでしょう。それがなぜかファデュイに占拠されてしまっています。うわぁ、すごく守りが堅そうだ。オイラたち本当に入れるのか？力ずくで突破するのは難しいかと。ですが問題ありません。ここは私たちにとって有利な地形です。それに私たちがいることも相手に露見していません。敵は名所、こちらは暗所、策謀を張り巡らすのに絶好の機会です。我的意见是直接用关羽从天上射就可以了。私の考えでは3つの策があります。1つ、金属金王。稲妻に残っているファデュイの勢力は微々たるものです。その多くは敗れた残党。
秦王的话，那个女士不是已经死了吗？高所から飛び降り、敵の大将を仕留めることができれば、増兵を打たずとも勝利を得られるでしょう。哇，这么着，我是第一次是才就是近距离的看到这个人他掉的那个，这好像是他的那个，总之就是材料角色升级用的这个材料啊，就是他用的武器。二つ、虎の尾を狩る。あちらをご覧ください。火薬だるが積まれています。彼らが気づかないうちに火薬を起爆できれば、大打撃を与えることができます。不意をつかれた相手は確実に動揺し、戦力も大幅に低下するでしょう。そして最後、血のりを生かすこと。ここは海の近く、水域に覆われています。周囲の水蒸気を集め、あなたの雷で麻痺させることができます。为什么我的雷电？这是什么意思？我之前是在采矿，为了加速，我把这个主角变回风系的了。现在他是在说，在默认我们是变成一个雷系的一个东西吗？こんなに早く策を思いつくなんて。で、結局どの策で行くんだ？この3つの策にある大きな違いは、実行者の自身に対する判断能力にあります。情報から飛び降り、拠点を奇襲する。最も早く解決できる方法ですが、高い武力を求められます。爆発で相手の人員を瞬時に減らせば、正面からの戦いを避けられるでしょう。しかし、気配を消し、隠密行動する必要があります。そして血のりを生かすには、着実に戦いを繰り広げる必要があるため、持久戦になる可能性があるでしょう。どの戦術がいいですか？我刚才好像的意思是第一个，但是我对这个电击是比较感兴趣。彼らを拠点から引きずり出せば、拠点の状態を保ったままにすることができますね。ですが私たちはこれまで共に戦う機会がそれほど多くはありませんでした。あなたについていけるかどうか。でもご安心ください。私は武闘派とはとても言えませんが、長らくタイに身を置いていたので、このような場面にも対処できると思います。ファデュイの拠点を片付け、すべてを明らかにしましょう。所以我们直接是啊，直接就试用了，好吧？击败驴人众。没有什么特殊要求吗？就是随便打，不可进行配置。那我没有电呀。头目。火。ご助力を。部外者キッ。ここだよ。逃げようなんて思わないでよね。刚想用深海打一个冰洞呢，结果人没了。私たちは先ほど話し合った戦術と少し違う気が。ですがいいでしょう。戦いの状況は常に移ろいゆくもの。計画に固執する必要はありません。でひひ、戦ってたら混乱しちゃって、戦術もうっかり忘れちまったし。我觉得我这个就赖游戏吧，我想打感电你都不让我换角色，怎么弄啊？結果を見れば悪くありませんでしたよ。それにあなたたちが臨機応変に物事を対処できることも分かりましたし。ですがまさかファデュイがヒルチャールの拠点に潜み、これほど長くここで陣取っていたとは。我在回想之前这个地儿真的有营地吗？彼らの目的は何なのでしょう？まさか本当に兵士たちの言っていたように天領奉行と結託を。この拠点を詳しく調査しましょう。あの商人が嘘をついていないのでしたら、品物はここにあるはずです。ああ、
あたりを見てみようぜ。これはファデュイが貯めてた食料？もう腐ってるみたいだぞ。こんなんで普段きちんとお腹いっぱい食べられてるのか？うわ、これって全部爆弾を作る材料だぞ。危険すぎる。ここみに一言伝えて、オイルたちで全部処理しちゃおうぜ。这个也是炸药吗？これ探してた品物じゃないか？中にいろんなものがあるぞ。天領奉行の印が入ったものもある。これで間違いないみたいだな。烹饪？为什么是烹饪？ココミ、ココミ、商人の品物を見つけ出したぞ。ほら。あ、はい。いえ、少し気が散っていただけです。見せてください。はい、確かに商人さんが落としたもので間違いないようですね。食料、薬剤、農業用具、すべて戦後に必須となるものばかり。きっとこれらを蓄えておいて、後々いい値段で売りたかったのでしょう。しかし天領奉行ではこれらのものが不足していないはず。彼が天領奉行に密輸しているとは考えにくいですね。大方儲けを出そうとした一介の商人でしょう。松田と内村が言っていたほど大げさなことではありません。でもわざとみんなの必要なものを溜め込んでおくなんて、それはそれで悪いやつだと思うぞ。このまま品物を返すのか？なんだかすっきりしないな。安心してください。こういった状況だった時のこともすでに考えてあります。最新の戦後臨時法令の中で、すでに必需品の値段上限を設けています。これらのものは最終的に適切な値段で人々の手に渡ることでしょう。彼がもう少し早く法令を見ていれば、このような惨事にはなりませんでしたね。おお、ココミは何でも考えてるな。大げさです。現に天領奉行とファデュイが結託している噂について、私には皆目見当もつきません。しかもちょうどエネルギーが不足しそうになっているこの時に。お、ココミ、なんかいたか？いえ、早くこの品物を持ち帰りましょう。祝賀会はもうすぐ始まります。このような面倒事は早く終わらせるに越したことはありません。おお、オイラたちも平和な渡つみ島で祝賀会をしたいからな。所以这是一个什么伏笔吗？说是能量不够用了。这个扇子我也是发现了一个比较有意思的事情，就是你使完之后在这个画面中呢，它是 CD 是会转的，但是外边的那个效果呢是不会，30秒的这个加速相当于是不会减少，就等于是如果你一直在这个界面把这个 CD 等完的话，实际上这个加速感觉上是可以100%的一个覆盖住，感觉是挺奇怪。私の品物、ありがとうございます。サンゴノミヤ様、隊長様、どうですか？冤罪だと言ったでしょ。どうだか、とっくにファデュイと話をつけてた可能性もあるかもしれないだろう。
ファデュイの拠点で得た情報から見て、彼は確かにファデュイと関わりはありません。ファデュイのやり方を考えれば何か証拠を残しているはずですので。しかし。しかしも何もありません。品物は取り戻しました。先般の約束通り彼の汚名を晴らすべきです。申し訳ございません。軽率でした。ふんふん、日頃から仕事をまともにしていない間抜けなあなたたちがこうして面倒を引き起こすんですよ。やっと自分の間違いに気づきましたか。商人さん、それを言うのはまだお早いかと。潔白を証明したとはいえ、わざと必需品を買いだめすることは今の政令によって罰せられる行為となっています。これらを自分の品物だと認めた以上、私たちもそれ相応の対処をしなければなりません。適正価格での販売に加え罰金も課します。金額は。ちょっとお待ちを。産後の宮様、私の味方だったんじゃ。もちろん違いますよ。私は渡墨島の荒人神の巫女、心象筆伐の理念に従うのみ。功績あるものは勝し、罪あるものは罰する。汚名を晴らした後は自身の行為に対して代価を払う番です。うん、そんな。ほら連れてくぞ。罰金を払いな。三五宮様、この者が品物を自分のものだと言いましたが、やはり少々気がかりなことがあります。天領奉行の印があるものは彼ので間違いないでしょう。しかし他の品物を見るとそうではないようです。特にこれらは明らかに神社で使われるもの。ええ、大方ファデュイがよそから奪ったものも混じっているのでしょう。他の品物については持ち主を探しておいてください。神社関係のものは私が対処します。所以这究竟是一个什么情况？あなたたちには苦労をかけますね。いえ、とんでもありません。しかし三五宮様、証拠をつかむことはできませんでしたが、天領奉行とファデュイの結託は私たちの仲間がこの目で見たことです。和平交渉について今一度お考えを。わかりました。しっかりと考慮しておきます。私はこれら神社関連のものを持って三五宮に戻ります。よければ一緒に行きませんか。私の島の風土と人情は他の島々とは少々違ったものです。慣れていただけるといいのですが。就只纯散步吗？连聊天都没有。この村、私もだいぶ長いこと来ていませんでした。近頃は処理すべきことがあまりにも多く。今度機会がありましたら、あなたを渡墨島のかつての神社へ連れて行ってあげますね。実は最初、渡墨島の神社は三五宮ではなく他の場所にありました。好像是我们刚来这个岛做魔神剧情时候的第一个七天神像那个地儿。その場所とは渡墨島の七天神像の近くです。当時渡墨島は幕府ほど将軍を崇拝してはいなかったのですが、少なくとも彼女の存在を認めてはいました。ですがあの人たちが振り落とされ、渡墨島を守護する魔人が斬られたことで、かつての神社は放棄されたのです。その頃より渡墨島と幕府の関係は微妙なものとなり、互いの偏見はより深まっていきました。今回の和平交渉において私もこの問題を天領奉行ときちんと話し合いするつもりでした。怨嗟というのはいつか必ず解決しなければならないものですので。三五の宮様、本日はどのような用件でここへ？
你的名字为什么叫用高？なんだか顔色が以前に比べて良くない気がします。自分をいたわることをお忘れなきよう。あなたは私たちが一番頼りにしているお方ですので。はい、ご安心を。私は大丈夫です。三五宮様、どうか今一度お考えを。幕府軍とは長くにわたり戦ってきました。このまま和平交渉するなんて納得できません。彼らと和解したらかつて我々を守護してくださった魔人の死が無駄になってしまいます。おいおい、いい加減にしろって。いつの時代の話をしてるんだ。戦争は終わったんだ。安心した暮らしができればいいじゃないか。それはもちろんわかる。じゃが、はあ、少なくとも主導権はこちらが握るべきじゃ。妥協なんてもってのほか。安心してください。このことは再度考え最善を尽くしますので。所以要给我们讲一讲那个魔神的背景吗？よかったです。どうかお願いします。あら、三五宮様、こんなところで会うなんて思ってもいませんでした。你又是谁？私の娘、今年巫女選抜に参加することになったんです。あの子が三五宮に入ればこの先も安心です。三五宮様はお優しいのできっとよくしてくれますから。機会があれば三五宮様にご教授してもらいなさいっていつも娘に言ってるんですが。ほら、三五宮様ってお若いのにすでに人との接し方を心得ていて聡明でいらっしゃるでしょ。うちの娘もずっと三五宮様をお手本にしているんですよ。彼女が三五宮に入った時は気にかけておきますね。三五宮様、やっと会えました。今年の農作物の生産量が減少した問題についてご報告したいんですが。三五宮様、こちらはメカジキ二番隊の隊長ですよね。彼女はこれからも渡津見島に残るのでしょうか。三五宮様。皆さん落ち着いてください。すべてお聞きしますので。ですが時間のかかる問題は報告書にまとめて三五宮まで届けてください。時間の空いた時にきちんと処理します。大丈夫ですか？どうやらあなたはこのような場面に慣れているようですね。三五宮様、ここにいらしたのですね。報告したいことが。祭礼用の道具がなかなか届かず何者かに奪われたのではないかと思っているのですが。这个我就有点搞不懂。这边相当是等是定了一批用具，不管是你这边没收到，还是从定的那个人被抢劫了，就感觉好像一点报告都没有，好奇怪。それならもうすでに取り戻しました。ご心配なく。そうだったんですか。さすが三五宮様です。それとここ最近の公文書を簡単にまとめて三五宮様の机に置いておきました。また予定ですとこの後より繊維産業の発展に関する会議があります。予定？今からですか？はい、遠くからいらしたお二方がすでに三五宮様をお待ちしております。わかりました。今日はあなたに渡津見島を紹介しようと思ったのですが、どうやら先に要件を済ませる必要があるようです。明日三五宮の門の前で会いましょう。それから共に祝賀会の準備を。祝賀会？おいしいもんがいっぱいあるかな。もちろんありますよ。渡津見島の特産を使った美食、あなたたちにも味わってもらいたいものです。やったー。じゃあまた明日。はい。流言凝云他的秘密。
我猜这个是什么能量不够用的一个秘密。第二天上午10点到12点。爆弹持ちすぎたのかな。我看一下，可能这期先截一下吧，因为角色的这个传说任务呢，是感觉上有时候好像很长，有时候又不是很长，不太清楚什么时候结合适。我觉得呢，就是暂时的，相当于是先默认这个任务可能会比较长吧，稍微的是截一下，大概具体的这个什么，它的秘密吗？任务。他的秘密这个任务呢，我们是留到下次再做，这期呢就先录这了，也是相当喜欢，我们下期见。